山ヤギ、新しいもの、面白いもの大好き。みんなに僕が見つけてきたワクワクするものを紹介するよ。山ヤギのナニコレコレクション、今日来たのはここ。山ヤギくん、こんにちは。ここは宮城県人形技術総合センターです。どういうことするの？ここでは林業技術の普及指導から飛散する花粉が少ない杉の品種開発など、木材や林業についてさまざまな研究、人材育成をしています。おお。今、木の板を重ね合わせた CLT と呼ばれる建材の強度を計測しています。 CLT は鉄筋コンクリートより軽くて丈夫、さらに耐震、防火性にも優れていて災害にとても強いから今注目を集めている建材なんですよ。去年完成したこの建物も主に CLT で作られています。 CLT を貼り合わせて三角にして針を使ったり、柱を使わずに2階部分をせり出させるなど、木造建築の最新技術で作られているんですよ。そうなんだ。 CLT を使えばビルなどの高い建物も木造建築が可能、宮城県内にもこれを使った建物がどんどん増えています。CLT 含め県内の木材は登米市などの木を使っています。県産の木材を地産地消できるから SDGs の観点でも優れているんですよ。事務所や店舗を建てるなら木造建築がおすすめ。なるほど。今日分かったことは、木造建築なら宮城県産の CLT。 ナニコレコレクション認定。次はどんな面白いことに会えるかな。